いやでもはっきり言って、でも本当にマジで調子乗ってんじゃねえかなっていうのがあったマジで。はいの皆さんこんばんは、プチプチです。今回ですね、最近スプラトゥーンで伸びているまひとくんっていう実況者、皆さんご存知でしょうか。僕の動画に結構ね出てる人なんですけど、今回ねもうちょっと調子乗ってんじゃねえかなと思って、もう潰していきたいと思います。マジっすか？マジっすか？マジっすよ、まひとさん。聞いてました今の？聞いてたよ。いや、それ聞いてる、聞こえてるに決まってんじゃん。今回ですね、そういうことです、皆さん。今回のターゲットは、まひとさんじゃありません。はい。はい。まひとさんと、FPS とかをね、一緒にやっている、その、ダウンさんって方がいるんですよ。いますね、青い人。そう、青い人いますね。うん。なんか、青い人って言ったら、もう、青にしか頭よぎんないわ。確かに。今回ですね、簡単に言っちゃえば、僕が、ドッキリという形でまひとさんに喧嘩を売って、そしたらまひとさんがもうドッキリって言ってもなんか本当にもうはドッキリでもありえねえやみたいな感じになって、ちょっとギクシャクしちゃうっていう二重ドッキリです。了解です。僕もうガチでもう本気で切れていっていいんですね。もう切れていいっすよ。もうなんか暴言吐いちゃっていいっすよ。おい、なんだお前のその鼻はとか言って、お前鼻毛出てんじゃねえよお前、マジふざけんだよお前、なんだその鼻毛、俺にもよこせよみたいな感じにも OK です。了解です。いや、怒れるかな。いや、頑張るわ。俺もなんかドッキリ、いつもなんか友達にドッキリとかやってるんですけど、こういうなんか企画のドッキリはちょっとあんまやったことないので頑張ります。僕もキャラ作って頑張ります。じゃあ行ってきます。行きましょう。あ、こんにちは。よし。いや、ちょっとさっき隠れんぼの撮影って言ったんですけど、何するんですか？いや、めっちゃなんか一つだけやりたいことありまして、もうちょっと最近まひとさんちょっと調子乗ってんじゃねえかなと思って ぶっ飛ばしに行こうかなっていう。ドッキリでドッキリみたいな感じでやります。ちょっとやりに行きません？ドッキリどういう風にするんですか？まひとさんに、まひとさんちょっと今なんていうんですか、 LINE でアポ取ったんで、かくれんぼやるみたいになってるんで、でそこでもうなんかいきなり唐突になんか、ちょっと今、最近、まひとさんのチャンネル見てるんですけど、マジなんかエグくないっすかつって。それで向こうが、なんか褒められてる感じになるじゃないですか。で、それでもこっちは、マジありえねえわ、とか言ったり。いや、なんで ?FPS やるよ。FPS やるよ。なんでスプラやってんだよ。FPS 戻るよ。とかなんか言って、で、徐々にこう、場の雰囲気を崩していくっていう。感じのちょっとダウンさんにはちょっと仕掛け人っていう感じになって、若干ちょっと遠慮気味ながら止めに入ってくる感じで、最終的にネタばらしいっていう感じで遠慮気味ながらね。なるほど。よし、でちょっとやっていきますか。いいですか？心の準備いいですか？心の準備っていうか、まだ撮影の準備ができてないっていう。あ、撮影いいっすよ。あ、俺しなくていいっすか？あ、しなくて大丈夫です。はーい。よし。よいしょ。またフレンド数来てんな、結構。どれぐらい来てました？俺もう200超えましたよ。なんか、あんま来ても、承認できないですよね。いっぱいになっちゃうから、また。生放送参加するときにフレンド申請してほしい。それはわかりますね。フレンド申請してくれるけど、参加するタイミングでしてくれないと、あんま関係ないじゃないですか。正直。ちょっと待ってください。なんかイヤホン絡まっちゃってる。ちょっと待ってください。はーい。もしもし。まだ入ってないですよ。入ってない。お疲れ様です。じゃあ、撮影やりますか。やりましょう。いつもの通りスプラッシュ打セットして。最近まひとさんやばいっすね、マジで。伸びっすか？伸びやばくないっすか？2万1000いったとか。いや、昨日2万いって、今日なんか200人減ったのに、なんか2万1000いきましたよ。いやー、やばいっすね。でしょ？それはちょっとやべえわ。やばいっすね、本当に。ダウンさんどれぐらい伸びてます？スプラトゥーンで。俺50人伸びぐらいですかね。うわ絶対視聴者持ってってるわこれもう。ねえよマジで。2人の視聴者をガバッとみんなもらってってるから。ね。まあでも実際そんな感じなんだろうな。いやまあ人さんの昨日チャンネル夜中4時ぐらいに見てたら、あれ2万人いってる、あれ2万1000人いってるってなって。はいはいはい。ねえわ本当に。いや俺めっちゃかくれんぼの動画とか出してるのに伸びないんですよ。なんで？伸びないんすか？いやマジ。いや絶対視聴者もらってってるって絶対取られてるって。いやマジ。あ俺が？うん。あ俺が？そんな伸びてないんですか？全然伸びないっすよ。であなんかコメント欄全部まひとくんまひとくんまひとくんかわいいまひとくんならまひとくん。あそれは。昨日見た。いや俺まひとチャンネルじゃねえしみたいなそんな。まひとチャンネル。それは。サブ枠かよみたいな。俺が悪いんですか？そうっす。え、マジ？おっと？いや、これはね、マジで。いや、もうぶっちゃけ、いや、でもぶっちゃけ、FPS に戻んないですか？いや、迷ってるけど、まずですね、まずまず。やんないんですか？ワールドウォー2が出て、出るじゃないですか。25日ですよね、26でしたっけ？なんかもうやんないかもしれない。やりましょう。いや僕的にはでも正直 FPS 戻ってほしいなっていうのちょっとあるんですよね。なんでなんですか？6000人の実況者やねリスナーさんがみんな楽しみにしてるんですよ。なんでなんですか？なんで戻ってほしいんですか？いやだってさ完全にネタかぶるんですよ。ああまあ確かに。スプラトゥーンって。いやけどそれ仕方なくないそれ。その辺はでも仕方ない正直仲良くやっていきましょう。でも仕方ないけどさ、いや仕方ないけどさ、取られるのって嫌じゃん。でもそうだからまあそうだけどツイッターのアットマーク全部まひとくんラブだよ。いやけどそれはねえよ。いやけどさ、いやけどプチ君も頑張ったらじゃあ頑張ったらできるってぐらいさ、やっぱ動画投稿休んでた時間もあったわけだしさ、でしょ？ちょっと前だってさ、ちょっと前休んどったでしょ？休みましたよ。だってなんか夏休み完全エンジョイしてんじゃん。俺だってさ毎日投稿してるしさ。いやそのさ2人ともツイートしてる。それはじゃあそれは引っ越しだからしょうがないじゃん。いやさ言い訳でしょそれ。引っ越し中さ、いや投稿できないじゃん。 Wi-Fi もないし。いやいや気合でしょ気合。もうスタバ行って編集とかできるでしょそんぐらい。じゃあ気合があれば何でもできる。123ってもうあれみたいな感じでやるってことは本当に筋肉ムキムキに鍛えてそれはちょっと無理できるでしょ。できるだってなんだろうやっぱやる気あったら大丈夫か大丈夫かの気でさなんかスタバ行ってとかさできるじゃん普通に。できるくない？それでできないってことってさなんかやる気がないってことなんじゃないの？じゃあ逆にさじゃあ逆に引っ越しの時にじゃあできる動画とかできる？いやできるでしょ。なんか友達の家とか行ったりとかしてなんとかなるでしょ。だって友達さなんか友達さおかしくない？いや友達マジいないよ本当に。だって埼玉にいないの。そう埼玉にいないからまずそこの問題マジで。ああ友達いないのはもうしゃあないな。友達いないからまず。それに関してはもう何も言えないわ。それに関してはちょっと俺もなんか違う。ネタかぶる。ネタそんなん言ったらさダウンさんも同じだって出してるけど伸びてないじゃん。うるさいうるせえな。それは違うじゃん。それはダウンサーでもしょうがないじゃん本当に。ダウンサーもまあこれから頑張んなきゃいけないじゃん。ダウンサー関係ないじゃん別に。あくまで俺とまひとさんの感じじゃん。なんでダウンサーそこに入ってくんの？違うでしょそれは。いやもうやけどもっと頑張りなよ。それやったらさ頑張ってよくね。それでもっとさ、お互いのリスナーを共有して仲良くやってきゃいいんじゃないのかな、とりあえずは。いや、できないでしょ。相乗効果じゃないのでも、その辺って。やっぱり、それぞれの動画が伸びて、それぞれのリスナーさん共有してって言って、やってきゃいいんじゃないかなと思うんだけどな、個人的には。どうだろう。いや、もうこれはでもどっちかやめなきゃいけないっていう感じじゃないですか。そうですか？いやだってまあはいはいだってもうまひとさんのサバーみたいな感じなんですよ今。ああじゃあそれって違うでしょって感じじゃないですか。確かに。じゃあなんかまひとくんの動画でメインのやるじゃないですか。で例えばプチプチさんの方でイカオにメインでやってみたいな感じでやっていくとか、なんだろう、まひとくんといえばこれだ、プチプチさんといえばこれだみたいなのを作っていきゃいいんじゃないですか。やっぱりいやそれやってるんですよ。それやっててなんかもう、はい、ダメだみたいな、なんか別のなんて言うんだろう、はい、なんて言うの、まひとさんいない動画でも今日いねえのかとか来たりしますよ、ね。そうなんだ。あ、そうなんだ。全然もう1日に普通に60件ぐらい来ますよ。おおそれはなんかお前知らなくないそれ。なんかまあ俺がなんか求められてんのかなみたいな。うん。そういうとこあるかもしれない。ああ、なるほど。いや、さすが頑張れよ。でもはっきり言って、でも本当にマジで調子乗ってんじゃねえかなっていうのがあった。マジで。あ、俺がマジでどういうとこが、例えばなんて言うんだろうな、いきなりこうスプラ入ってきて、なんて言うんだろう、スプラのなんて言うんだろう、締めてる人って言えばいいのかなに、なんかいきなりなんて言うんだろうね、なんかそのサムネ撮られたりとか。うん、まあ最初はまあでもどういう動画出していいかわかんないかもしんないけど、うん、完全サムネパクってんじゃん。だって俺のさ、俺のかくれんぼのやつとかもう文字同じじゃん。いやけどさ、そんなしゃあなくないそれ。パクってさ、例えばさ、なんだろう、歌見たとか出すやんか。じゃその人が歌見た出して、その人以降が歌見た関係ないじゃん。歌見た関係ないじゃん。歌見た全然関係ない。関係ないけど。関係ないけど、いや一緒じゃんそれ。一緒じゃないそれ。しゃあなくない？似てる。いやもうしゃあないじゃんそれは。どんだけ自己中なの？プチプチさん。はい。プチさんこれどうするんすか？っていうドッキリでしたー。どうしげんのかなと思って。っていうドッキリ。いやドッキリとは関係ないし。え？あ、おっと。あ。いやドッキリだったんですか？あ、ドキします。けどなんか別に関係なくないドッキリとか普通に。俺普通にさ、今この話聞いてなんか残念だなと思ったし、本当に。俺マジでもうこのままやっていけるかなって。今日撮影も多分もうやる気ないし、なんかもうやっていけないでしょ、もう正直。無理だわ。うん。やっていけないよ。え？いやドッキリでもさ、やっていいこととやって悪いこととかあるくない？まあ、確かに。そこはでも、あれじゃないですか。まひとくんも、プチプチさんより大人だしさ、まあ、なんか、そうだよな。確かにな。難しいな。なんかすいません。でもはい。まあでも、なんていうのかな。いや、ほんと申し訳ないです、ほんとに。いや、でもなんか、そういうの、やってみたいなっていうのを、企画で思いついて。それ面白いと思ってやったの？はい。そうです。いや、おもんねえよ、こんな。面白いわけねえじゃん、こんなの。すいません。いや、普通にさ、面白くなくない？普通に見てて。まあ、人さんは別に気悪いでしょ、こんなやつ。まあ、はい。まあ。無理ですか、やっぱ。無理なんですか、やっぱ。これから、このままであって。思ってるんですか。仲良くやっていきましょうよ。いや、無理じゃん、普通にもう。いや、俺もう、普通に残念だなと。なんか失望したもん、普通にマジで。あ、そうなんだ、と思って。あ。うん。無理じゃん。逆にさ、こんなギクシャクしてさ、いけると思う？まあ無理ですかね。無理かもしれないです。失礼でしょ、普通に。もうなんか謝るとかそんなじゃなくて、もういやもう無理だわマジで。なんかもう普通にもうなんかありがとうございました。もう僕はもう寝ますね。お疲れ様です。はいはい、お疲れ様です。それすいません、本当に。じゃあね。はいはい、もういいっすよ、いいっすよ。じゃあね。ちょっとやばいっすね。これ逆ドッキリとかじゃなくてですか、これ。マジでですか、これ。いや、ガチちょっとビビってる。ガチですか、これ。ガチっすね。ちょっとやべえな。これ。マジか。後ででもほんとちゃんと謝った方がいいよねこれ。うわーマジか。ほんとにこういうのあるんだ。まあちょっとさすがにやりすぎたっていうのもあったかもしれない。ごめんなさい。マジか。ダウンさんも嫌われちゃったかな。どうだろう。いやそれいや大丈夫だと思うけどな。マジ？これがガチっぽいですよね。ネタバレしてないし、ちょっとやべえな。うわー。マジかー。ぶっちゃけもうダウンさん、ちょっと真人さん、聞いちゃって、なんかめっちゃ優しく止めてましたよね。いや、これどうしよっかなと思って。いや、ちょっとマジで。マジかと思って。いや、ちょっとなんかすいません、変な企画立てちゃって。いや、もうこんな時もありますよ。多分許してくれると思いますけどね。どうだろう、あれっていうドッキリでした。やめてや。もう、俺が一番キラキラして。いや、ドッキリ大成功っすよ。大成功っすね。いや、ここまでドッキリ成功するとは思わなかったら。さすが。はい、もう。さすがちょっと演技力には欠けてますね。演技力あったりしてもきない？ありました、かなりありましたね。どうしよう？俺喋らなかったもんですから、もうやばいな。一回真人さん壁殴りましたよね。なんかどこボンってそうすげえなって。つけ殴った。あ、つけ殴った俺。多分若干ちょっと痛えなと思ってるのかなっていう感じで。もうやめて本当に。マジで。頑張ってください。いや、ダウンさんどうでした？何が？ドッキリ、なんかその、俺は喧嘩してる間。いや、もうどうしようと思って今後。本当に。ずっと仲良くしていきたいのに、せっかくあれ一緒にやってるから。どうしようから本当にマジで怒っちゃったと思って。ああと思って、もうよかった本当に。いや、なんだかんだ本当結構なんかもうその大人だからとかなんか言ってめっちゃフォローしてくれてましたよね、ダウンさん。俺頑張りましたよ。ああよかったです、とりあえず。っていうね、そうなんかいつものねメンバーのもう仲をもうちょっとね深めるためのドッキリ企画でした。よかったー。これなんかダウンさんがちょっといい人って分かったからね。そう、まあダウンさんいい人動画ですねこれは。というわけで皆さんご視聴いただきありがとうございました。まあ2人のねチャンネルの URL は概要欄の方に貼ってあるのでぜひね。特にねダウンさんのやつを登録してください。よろしくお願いします。なんか僕と真人さんとダウンさんでコラボしたのになんかダウンさんだけあんまり伸びが良くないので。これ言っちゃうとなんですけど、なんか再生回数ちょっとあんまりなんで、ほんと皆さんもう全部見てあげて、ほんとに。いや、めっちゃ嬉しいです。全部見てあげてください。自分も上げてるんで、ぜひ見てほしいです。ということでまた次回ね、やっていきましょう。次回やりますからね。次回やりますから、またドッキリ。やりましょう。あ、ドッキリやるんだ。やりますよ。ドッキリをそういうこと？ドッキリをやるんだ。違う人やりますよ。あ、マジで？はい。それいいですね。ということで、以下よろしく。よろしく。